それは平穏な日常のほんの一コマ。観客は全員ルナティックシューターだから、マスターブレードなんか余裕で回避できるんだぜ。それはささやかで、そしてかけがえのない思い。この恐怖、恋する藁人形さえあれば、もうマリアリだなんて言わせないわ。世の中ありっぱちよ。ありふれた日常だけども、それだけでは終わらない。この大リーグボール養成ギプスさえあれば、私だって。あたいってば最強なのよ。最強すぎて困っちゃうくらい最強なんだから。これでも食らえ、恐怖アイシクルフォール。お嬢様、ご無理をなさらなくとも。意もしない参拝客のことなんて気にするだけ無駄よ。あ、サクヤやパチュリーの分も作らないと。メイリンは別にいいや。キンキ、レーバ店員。甘いわね、レイム。パチェは常識人を気取ってるけど、結局は彼女も魔女よ。知識のために暴走するところは、面白半分に首突っ込むマリサとそう変わらないわ。幻想郷のありふれた日常を描いた超ハートフルボッコメディー。幻想郷おとぎ同士、ウィッチーズギャザリング。幻想郷は今日も変わらない。この告知はほとんどが嘘でできております。ご注意ください。遥か地平の果ての底は幻想の里。別にパラダイス。2010年3月14日白霊神社霊体祭7、東3への35B サークル蜂蜜熊さんにて頒布予定。